アンチは嫌いよ、俺。そう。かっこいい。今日もかっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいい、ありがとうございます。ありがたいね。別にアンチは好きじゃないですよ。論破されたからって馴れ合いでごまかすなよ、クソガキ。じゃあお前何がさ、ね？俺、じゃあ今俺が話したことにどこが、ね？論破されたか、誰にどこが論破されたか、具体的に今言ってみろよ、コメントで。言ってみなよ、どこが論破された？え？どこが論破されたか言ってみな、ちゃんと。ちゃんと答えろよ。逃げんなよ。ねえ、曖昧な言葉でさ、ねえ、あたかも俺が論破されたように風に言いたいんだろうけど、曖昧な言葉で逃げんな。具体的にじゃあ指摘してみろよ。具体的に俺が答えてやるから逃げないで。お前のコメント今から全部拾ってやるから。ここまで言ってんだからお前がね、具体的に指摘しなかったらお前の負けやで。お前のイチャモンだで。ねえ。もう全部絶対コメント、お前のコメント絶対拾ってやるから今コメントしたやつ。なんて名前だか忘れたけど。早く言ってみなよ。え、ここまで言ってんのにコメントできないんだったらお前の負けだよね。違うの？今俺この配信でどこが論破されたか具体的に指摘してみてじゃん。あなた今そう言いましたよね。早く言ってみなさいよ。コメントできないんですか？イチャモンやめてくださいよ。具体的にさ、ね、論破されたとかつってさ、ね、具体的に言えない、つまりはないわけですから、そういうイチャモンやめてほしいな。そんなしょうもない三流以下のイチャモンっすよね。曖昧な言葉でさ、なんとなくそれっぽく俺がじゃあ論破されたように、なんとなくそういうふうに印象付けたいってコメントやろ。でもめちゃめちゃさ、なんか適当にさ、ね、曖昧な言葉でイチャモンつけてるだけだから、具体的に言ってみろ、指摘してみろって言ったら何も言えないんだもん。しょうもない。三流以下だね。お前の言葉薄っぺらいんだよ。ねえ。言葉に命が吹き込まれてないんだよ。申し訳ないけど。言葉にね、命が吹き込まれてないんですよ。お前の言葉には。ねえ。まあ言葉なんてね、便利なものですからね。言葉なんていくらでもさ、口では言えちゃうんだから。ほんとね。事実と言葉をね、あれですよ。一致させて言わないと、人は誰も信用してくれないですよ。言葉なんて、嘘なんていくらでもつけるんですから。事実と言葉をリンクさせて言わないと、ね、言葉に命がこもってないです。もう死んじゃってんすよ、言葉が。言葉が生きてないんですよ。人ってのはね、二種類いるんですよ。大きく分けて。命のある、おはようございます。
命が吹きこもった言葉を言う人と、命がね、宿っていない言葉を言う人がいるんです、世の中に。俺はどっちかっていうと、命がこもった言葉しか基本発しないんで。うん。俺はね、基本的には。でも、アンチってのは、もう言葉に命が吹きこもってないですよ。うん。そね。あれですよ。アンチの言葉なんてね、あれなんで、結局あれなんですよ。ピッコロ大魔王みたいなもんだからね。申し訳ないけど、言わしてもらうけど。悟空がちっちゃいとこのピッコロ大魔王みたいなもんだよ。うん。自分が若返、ね、自分を、ね、シェンロンにさ、若返らしてもらって、ね。うん。で、それで若返らしてもらったら、あとはシェンロン殺して、ね。で、それでシェンロンが石になって、でもそのドラゴンボールがただの石になっちゃってさ。うん。でもそれをね、デンデじゃない、神様か。神様が、当時のピッコロと、あれですよ。デンデは後だわ。うん。ピッコロ、ま、元のさ、ピッコロと、一緒だった、同一だった、当時の神様が、命吹き込んでみたいなさ。あ、忍者さん、クマシャンあります。そう、ちょっと31これから行きます。うん。わかりますか？うん。命がこもってないんだよ。お前なんかね、ね、ピッコロに殺された後のドラゴンボールのただの石と一緒なんだよ。お前の言葉なんか。俺はね、うん。俺の言葉には、神が宿ってるんじゃ。命が吹きこもってるんじゃ。神様がその石に、ね、うん。ミスターポポの作った模型に命吹き込むんじゃ。そして、ドラゴンボールがね、あれですよ。光り輝くんじゃ。お前の言葉は輝いてないんだ。ただの石ころと一緒なんじゃ。そこら辺の石ころなんじゃ。ああ。俺の言葉はドラゴンボールなんじゃ。俺は神なんじゃ。俺は神の竜なんじゃ。うん。神の竜だから、ね。俺は偉いっていうか、願い事叶えられるんじゃ。俺はね、どんな願いも叶えられるんじゃ、お前らと違って。俺はね、何でも叶えられるの。だから俺はね、俺の夢はね、光みたいになりたい。はじめしゃちょーが光みたいになりたいって夢があるんじゃ。だから自分で自分の夢叶えるんじゃ。シェンロンだから。だから俺叶えられるんじゃ。でも俺はタイムラグがあるだけなんじゃ。うん。その願いにタイムラグがあるだけなんじゃ。何年後かには多分ああいう風になってるんじゃ。お前らもね、アンチもね、精神と時の部屋に一回入った方がいいよ、申し訳ないけど、言わせてもらうけど。うん。アンチも精神と時の部屋とか入った方がいいよ、一回。本当に。絶対お前らじゃ耐えられないと思うけどね。地球より重力10倍だしさ。ね。空気も薄いしさ。まともな食料もないし。お前らみたいな、ね。うん。生活保護で、ぬくぬく暮らしてるやつには絶対精神と時の部屋耐えられないわ。うん。重力10倍だからね、地球の。申し訳ないけど。うん。ちょっと靴下ないかな。あ、車の中だったっけ、靴下。ちょっとおにぎり1個だけ食べてきていいですか。おにぎり1個だけ食べていく。
シンゴ生ポなんだろ。生ポじゃねえよ、俺。実家暮らしで生ポなんかもらえるかよ。実家暮らしでね、生ポなんかもらえませんよ。花粉症の薬を飲もああ。俺だって生活保護受けたいよ 働かないで 働かないで毎月13万とか来て。俺だって生活保護受けたいよ よし。じゃあ、サーティワン行こう。サーティワン。サーティワン行こうぜ。あれ？あれ？上に着るやつは？あれ？あれ？嘘？あった。おし、じゃあ、車載配信しますか。じゃあ、ちょっと、スマホ配信に切り替えるんです。よいしょ。じゃあ枠すぐ取るんで、一回お疲れ様です。